ンプレスト、フィギュアコロシアム。業界屈指の原型師たちによる競技型イベント、バンプレスト・フィギュアコロシアム。トップクラスのクオリティを披露してきた本大会は今年で4年目に突入。今回も例年以上に腕に磨きをかけた16人の猛者たちが集結した。大会はドラゴンボール、ワンピースの2作品を制作テーマとしてトーナメント形式で争う。この番組では出場原型師や原型の制作工程を紹介、皆さんにより大会を楽しんでもらえるようなプログラムとなっている。番組の進行を務めるのは番組 MC バロン山崎、本大会のプロデューサー坂田典彦、そして大会初参加電波組インクより成瀬栄美、以上の3名でお送りいたします。大会を制するのはどの原型師なのか。今回は造形王頂上決戦 C ブロック、岩倉圭司対斉藤ヒールをお送りいたします。好きにやったんで罪悪感がちょっとあるやっぱり手を抜かないこととですね、やっぱり楽しむこと、自分やっぱ欲しくなるっていう、バカだなって思われるやつを作りたいですよね。その期間中やっぱなんか作ったりとか、次例えば色塗ったりとか、いろんなプラン考えれるじゃないですか。やっぱそれが楽しいですよね。肌の色がねやっぱブルーっぽいんで、単色でも結構映えるんじゃなかろうかなと思って、あとはそうですね、血管とかですよね手を抜いて作ってないんでですね、いろんなとこを見てやってくれたら嬉しいかなと思います、ね、この大会に出て結果すごく良かったと、前黒ひげ作った時にもうこれで最後になるんで悔いはないか、それだけのものを作った気持ちはあったんだけど、まあ、結果も多分含めてこれで終わりにしたくはないなってすごくやっぱりあったんで、こんなにじっくりそのこれだけに集中してるっていうのは初めてかな、この仕事をやり始めて多分初めて、作品だけ見てああこれ誰とか言ってもらえるようなものを今回はやっちゃっていいのかな。岩倉さんだいぶにこやかな面持ちでお話をしてた、いい感じの人でしたね。そうなんですね、はい、見かけとは違って、はい、とりあえず本当めちゃくちゃ腰が低い見かけとは確かに、はい、もう全く違います、はい、基本的にもう空港で、まあ、例えばお会いした時に、はい、その瞬間からもう90度に腰を折り曲げて、その中もペコ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 、本当そんぐらい、本当になんでそんなに、本当にやめてくださいっていう感じの、本当腰の低いものすごい善人っていう、はい、パッと見ワイルドでしたもんね、ちょっとね。そうそう、僕も最初やっぱ写真だけいただいた時は怖そうだなと、はい、そういう感じしますよ。九州の九州男児ってちょっと怖そうじゃないですか、イメージ。はい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 、簡単に分かりやすく言うと、はい、アメリカ系のキャラクターのフィギュアってすごいそのゴリゴリに筋肉を作っていたりとか、本当血管を浮き立たせたりとか、はいはい、そういう作風を取り入れるのが得意な原型さんが岩倉さんですね。へ、あ、じゃあナイトメアルフィーぴったりですね。まさに。対するはですが、愛のチューリップ斉藤ヒールさんなんですけど愛情っていうのをいろんなところに注がれる方で、バーベキュー大会とか原型さん同士の、まあ、キャンプだとかそういうものも率先されてやられたりですね、むしろ企画をされて、はい、企画をされてこうみんなで遊ぼうぜっていうタイプの非常に兄貴分肌的な原型さんですね。まあ、この方が動かないとみんな集まる。そうです、基本的にもう全て連絡から何からこの人がこうしましょうこうしましょうみたいな、そんな珍しくこうアウトドアタイプの原型さんですね。どっちかというとそのアクションポーズ的なところをですね、結構うちのフィギュアにとっては開拓された方で、優勝された時のワイパーも本当こうスライディングをするような造形を作られて、もう多分そういう動きとかがお客さんにとってはもう高評価でそのまま優勝されたんじゃないかなと、はい、今は思ってますけど、そういうのは得意ですね。大胆なアクションとかそういうのは得意な原型さんです。すごいスリラバーガーのダークな感じがすごい
好きなんですよね、ホラーな感じがですね。で結構今回もたっぷりスタートからもう締め切りギリギリまでさっきまで作ってましたね。あと細かいとこをテンテンって入れようかなっていうぐらい。グラデーションがないのはすごい怖いですね。特にこんなタッチって合わんそうですもんね。今までグラムで作った音なんかないからですね、全然読めなかったですよね最初。決まった絵が何枚かしかないんで、その分で分からんとこは何してもいいかみたいな。なるほどなるほど。今回はもう本当ちょっとダメ元で、本当いつも楽しんどんですけど、より楽しもうかなって。まあ今まで結構いろんなね、ゾロがそのバンプレストさんはじめ他のところからも結構出てるけど、そのなんかもうこれがまさしくっていうのってまだ出てない気がしてて、でそんなもあってそういうものを作れる機会っていうのが、造形に力を入れれば入れるほど塗りとのそのバランスが取れなくなるのかなとか、そうそう、バトルダメージじゃないけど、そういう、こうテクスチャーなり表現なりっていうのを入れたいんだけど、っていうので絵もこんな感じでちょっとボロボロですよみたいな、ちょっと鬼みたいな。そうですね、この時の1回目の時も岩倉さん、ノーマルのルフィで出られてる。おお、そういう意味では多分ルフィ好きとして、今回はさらに自分の作風に合ったルフィをってことでナイトメアルフィをチョイスされたんじゃないかなと。なるほど。血管がミキミキ入ったところとか、このボロボロの服とか、ちょっとこのゾンビっぽいこのルフィをうまく表現されている形、もうこの原型だなと思います。わあ、色ついたらもっとすごいですよねこれね。そうですね、水色系統なんで、すごい意外に綺麗に見えつつかっこいいっていうフィギュアができるんじゃないかなと。そしてゾロです。はい、ちょっと僕的に大きい気がするんですけど。大きい気がしますが、確かに、まあ、こちらもレギュレーション、今回のルールの中の範囲で作られている原型ですね。へえ。やっぱこうワンピースといえばもうトップキャラクター、本当に人気トップキャラクター、今ゾロとエースと、はい、ああそうですね、人気ですね。でまたこちらはこうゾロと、でこのまた躍動感のある、まあ、ヒールさん先ほど躍動感があるポーズが得意だっていうご紹介させていただきましたけども、はい、もうまさに今回も躍動感のあるゾロを。すごい、足すごい踏ん張ってますからね。そうですね、本来のゾロだったら多分戦闘シーンとかでもこんなに服っておそらくボロボロになっていないですね。でも本当に人の中のゾロみたいのを表現されたいんじゃないのかなっていうふうには予想しちゃいますけど。エータソのフィギュア教室7回目はエータソの作りたいものに挑戦。本日はエータソたっての希望によりそれぞれが自分自身の原型作りに挑戦。どうしようか。チャールズさんって自分の、はい、絵を描きになられるんですよね。あ、描きます描きます。自分の似顔絵とかも結構描いたりしたりしないもんなんですかね。あ、というかほぼほぼ自分の顔描きますね。え自分の顔っていうかあのサインをよくするんですけ ど、 なるほど。サインの脇にありがとうって言ってなんかセリフ付きで自分の顔をよく描いたりしてます。ナルセさん初フィギュア化でやったうまくできればいいですけどね。いつどういう時にどれを使えばいいかっていうのはなんとなく分かりました。その技術は全然身についてないんですけど。10分後。はい、やばいよ。はい、小学校に僕にナスとあだ名をつけてくれたみんな見てるかなこういう感じです。二等身、じゃじゃーん、じゃじゃーん、かわいいですね。立つようにします。かわいい今ね、かわいらしい。かわいいよ。持ちこたえるだろうかっていう感じ。頑張ってください。あとは半分ですから。今回はここまで。果たして自分の原型は完成するのか。投票方法、そしてその他の出品作品の詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。次回は12月6日配信。2013年12月11日に私たち電波組インクのニューアルバムワールドワイド電波が発売になります。わー、めちゃめちゃいいアルバムなので皆さんぜひぜひ聴いてくださいね。聴いてね。